日はどうなされました？私、毎週動画作ってるねん。疲れましたねん。そうですか、大変ですね。台本とか、はい、作るの大変ですねん。そうですよね。台本は電車の移動時間とかで作る時が多いですねん。そうなんですか。電車って満員の時もありますねん。それは大変ですね。そんな時でもスマホで必死に台本打ち込みますねん。ストイックで素敵ですね。スマホの画面、後ろの OL さんに見られたねん。満員電車、ですもんね。ちなみに、その時書いてた台本、どんな内容だったんですか？読みますねん。YouTube とかニコニコで人気の動画からその傾向を分析するんです。まずは YouTube から行きましょうか。検索窓でボイスロイド劇場とフィルタから再生回数順で並び替え上から10件くらいピックアップして共通点は。尿意だー！米印尿意演出。米印バチリスクタイムで尿意タイム突入。恥ずかしいねん。そうですね。特にここ、やばいねん。そうですね。スロカスだと思われたらどうしよう。目をそらしたいその気持ちわかります。動画ってさ、はい、テンポの調整も難しいねん。動画ってテンポ大切ですよね。最近はみんなテンポ早い動画好きだから、私もそうしてるねん。努力してるんですね。みんなテンポ良くていいねって、たくさん褒めてくれるねん。よしよし、テンポの話してて、稀によくもらうコメントが。この動画のテンポ気持ちよすぎだろ。ってコメントなんねん。あ、それは嬉しいねん。よかったですね。たまには、え、すごく遅く、話してもいいねん。どうぞ。ちなみに、今なんておっしゃったんですか？尿意タイム突入。ご視聴ありがとうございました。